はい、こんばんは、こんにちは。 Wii U 版マザー2第29話、実はさっきね、Twitch の方で録画してたんですけど、 Twitch の調子がね悪いんで、初のね PC で録画みたいな感じでねやってきます。ほいじゃあやってきます。そんなんで、前回はね、アップルキッド君が新しい発明品、豆腐マシンかなんかをね、プレゼントしてくれるってことなんで、完成したんで。なんだけど、途中ね、どうも不具合の関係で、配達の人が間違えてね、ここのどっかに落としてきちゃったみたいなね。で、その話をね、おさらさんから聞いたら、どうやらね、タライジャブ様のところにあるみたいな話も聞いたんで、今回はね、そこのタライジャブ様のところに行ってアイテムを回収しに行こうと思うんだけど、その前にね、手持ちアイテムの整理したいな。トレイシーヨン、アイスカルコンソーデバイとしてお届け。まずね、お届け3つまでねもらえるということで、昨日タコマシーンもらったんですけど、荷物を預けるためにも売れるものはね持ってきてもらいますみたいなね。で、売れないものが、博士のね、武器とかね、そういうのは売れないんで、そういうのはね、預けなきゃいけないですよね。銅の腕輪とかもね、使わないしね。選択肢ください。分度器もね、いらないよね。オレンジジュースもいらないよね。はい。すぐに変えます。ガチャン、ツー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 。で、まあいいや、このまま行って。何？何？何なの？で、ここでエスカルゴンソー、カモン！エスカルゴンソーです！インスタントガッツと銅の腕と、あとオレンジジュース。以上、お届けに参りました。料金は OK。ちゃん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 ってか、手荷物いっぱいなんだよね。まあ道中オレンジジュースでも使えばいいじゃん的なね。まあ別に捨ててもいいしみたいなね。とりあえず1個目右、2個目左かな、知らんけど、まあ適当に行ってね、行きましょう。なんとなく正解かな、わかんない。そう、この奥にタコ消しマシンを使っていくとこがあって、そのタコ消しマシンを使う場所までね行けば、その先はね正解だね。ここスキップサンドかなんかあったね、確かね。持てないんでダメみたいなね。ほら正解です。ここでタコ消しマシン使う。グッズ、タコ消しマシン、イエイ。鉄のタコは一瞬のうちに消え去った。これどういうあれかわかんないけどね。さすがアップルキッド君みたいなね。到着しました。話す。宇宙の真理は粒のように波のように宇宙を駆け巡り、人という宇宙に語りかけているものじゃ。あなた方がここに来ること、私がここで待つこと、すべて定められた真理。カーミツ、モイラ博士。モイラー、モイラちゃん今誘拐されてます。そしてマッチね。このマッチが4人目なんですけど、なんとなくと名前どうしようかなと思って、マッチョっていいじゃん、なんか。マッチョ。文句タイプだし、マッチョにしようと思って。で、マッチって入れて、ちっちゃい用意入れようかなと思った時に、なんか右ボタンを押すのめんどくさいかなっていうのもあって、で、削ってみたらマッチ、うん、マッチ結構いいんじゃねみたいな。そんな感じで。で、ねじれようとしている宇宙は安らかな呼吸を取り戻す。ね。わかるね。わからんでもよい。あなた方の好きなように歩んでいけば、それでよい。宝箱を開けて自由に宝を持っていきなさい。もしかするとこれを探しに来たのかね。うっかり者が穴に落としていきよったが。これで、博士ね。博士専用、グルメ豆腐マシンを手に入れた。ここから先の旅も、並大抵のものではなかろう。空間を自由に移動する力を授けてあげよう。そこの猿に習っていきなさい。それともその力いらないか。
いりますよ。なんか皮肉っぽいな、この人も。ははは、それはそうじゃろ。だったらそこにいる猿に話しかけてごらん。話す前に、アイテムチェック、玉瀬箱を開けた。ほわわわん、悟りの弁当。これじゃ持てない。しょうがないな。まあ、博士で、オレンジジュース、使う。イエーイ。チェック。ほわわわん、悟りの弁当。悟りの弁当を手に入れた。ここなんだろう。ポワンワンワン、命のうどん。しかしこれ以上持てない。命のうどんの方が大事だね。これ銅の腕は捨てさせてもらいます。捨てる。チェック。宝箱、種箱を開けた。ポワンワンワン、命のうどんがあった。命のうどん手に入れた。サル教えて。キャッキャッキャッキャー、テレポーテーションを教えます。キャッキャッキャッキャー、さあ地上に出ましょう。オッケー。じゃん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 。地上に出て覚えてフォーサイドに行く前に一回トレイシーちゃんに頼んでアイテムね扱ってもらいましょう。どけどけ。しかしモイラちゃんいないと寂しいね。タタタタン。これで着くかな。最後かな。みっちょ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 。着きました。ほいキキ、こっちだ。モグラも弱いくせにアグレッシブだね。シャールシャール。キャッキャッキャッキャ。じゃあ先生がまず見本を見せよう。キャッ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 キャ。これができるようになると一度いたところなら。キャッキャッキャッキャ。あっという間にいけるようになります。キャッキャッキャッキャ。地下へ。地下や部屋の中ではこの力は使えません。助走？うおいえ。うおいえ。キュッキー。フォーサイドの町に行ってすぐに戻ってきました。キャーキャッキャッ。先生は基本的なまっすぐコースやったけど、距離さえあれば曲がっててもできるからね。ウッキッキー。さあやってみなさい、若者よ。目的地設定したっけ今。カーミツはテレポーテーションアルファ使えるようになった。キャッホー、すごいぞ。それじゃあ先生は帰るから。そうね。じゃあちょっとトレイシーちゃんに電話して。受話器取った。エスカルゴンソウ。あ、カミツニちゃんトレイシーよ。エスカルゴンソウでワイドしてるの、お預かり。じゃあね、ガチャン、ツー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 。で、ついでにね、話す。売りに来た。なお、何を、ね、インスタントガッツ、使わないもんね。売る。何を、インスタントガッツ。で、これで外に出てね。で、そろそろ来るね。じゃあ、行こう。来たらテレポーテーション使うからさ。早く来て。おっしゃー。エスカルゴンソーです。お預かり料金は18ドルです。お金持ってますよね。何を。まずね、ドラゴンパウダー。はい。またね、タコ消しマシン。で、博士。
あ、レーザービーム。レーザービームですね。確認しましょう。はい、お願いしまーす。おっしゃ。で、初。違う。テレポート。ウィンターズも行ってみたいね。ウィンターズのね、あの、博士の希釈者の下のとこのね、とこにすっごい高いアイテムとか売ってたんで、今ならもしかしたら買えるかもしれない。だけど、その今はフォーサイドに向けて行きましょう。到着。で、このままね。いけないいけないいけない。このまま。あ、ここね。その、豆腐マシン使ってイチゴ豆腐ができるってことだったんで、何に使うんだろうなと思ってたら、ちょうどこの秘書が来てね、イチゴ豆腐のあれ欲しいんですみたいなこと言うんですよ。ということで話しかけます。あちこちの人にイチゴ豆腐のことを尋ねて回ったけど、え、グルメ豆腐マシンを持ってるの？譲ってくださるの？グルメ豆腐マシンを強引に持っていかれた。これでお客様にイチゴ豆腐を作って差し上げられるわ。なんて親切な人。あなたにもご馳走するわね。私の部屋は48階よ。きっと来てね。私の部屋は48階よ。きっと来てね。そんな感じらしいです。だけど48階まで行けないんですよね。47階までしか行けない。で、ちょっと一回セーブしましょう。受話器を取った。パパ。パパだ。お前の銀行に834ドル振り込んでおいたからね。使った分と差し入れ。すげえ金額。もうすぐレベル上がりそうだね。記録する。お願いしまーす。続ける。ほいじゃね。上がっていきましょう。はい。このエレベーターはポーキー様専用で47階まで直通です。後ろにくっついてヒッポをジロジロ見ないでね。で、こう逆方向に向きながら鏡越しで見るっちゅうね。さすが。さすがです、ネス。はい。で、このエレベーターが行けなかったんだけど、こう入れちゃうっていうね。話す。静かに。カーメツちゃんでしょ？あなたのことはメイドのエツコさんから聞いているわ。特別にモントリー様のいる48階までエレベーターを動かすわ。えっちゃん。えっちゃんのおかげで。モイラ何されてるか。早く助けなければ。そんな感じでね。モイラちゃん救出に向かいます。てか、向かってます。なんか来ました。あなたのコードナンバーを言ってください。10秒以内に言ってください。10、9、8、カウントダウン。知らねえよ。ま、いつものように、カーミッツじゃなくて、博士チェックお願いします。こっちこっち行ってる。見張るロボットチェックした。オフェンス77、ディフェンス105。オッケー。イエーイ。いい感じ。ガッガッガ。ガッガッガ。ね、多分つながってんだね。Hello。Hello。みんなダメダメです。あなたのコードナンバーを言ってください。10秒以内に言ってください。1987-6543。はい、知らねえよ。アウト。イエー。オーマイゴッシュ。オーマイゴッシュ。これめっちゃ経験値すごいんじゃね？ビーム発射。ビームじゃ、ビームはいいんだよ、ビームなら。え、効果なかったって何よ？戦闘中1回しかダメってこと？これがいいフラグになってるかもね。もしかして、どこだっけ？スリークだっけ？スリークで、ペンシルロケットが、オーマイガーシュ。43、1、H、H、1、H、H、2、ペンシルロケットが売ってるとこあったんで、博士にめちゃペンシルロケット持たせて頑張ろうかと思ったんだけど、さっきのやつ見てると、もしかしたら戦闘中1回しか使えないって感じなのかな。効果がなかったって意味がわかんないね。当たらなかったなら意味わかるけど、まあそんなこと思いながら、今度やってみましょう。はい、ここ入ってみよう。
またいるね。あなたのコーナーナンバー言ってください。しつこいね。なんか並列化して、なんかね、侵入者なんたらこうだなってやってもいいのよ。見張りロボ。オッケー、ゴー。スムースにいったね。2517。ガッガッガッ。ガッガッガ。広いな、この会話。あなたの口座ナンバー言ってください。一応猶予をくれるんだよね。最後ちょっと早くなったけどね。ゴー。スマッシュ。過密。イエイ。オッケー。チェック。インスタントガッツ、インスタントガッツを手に入れた。インスタントガッツが250ドルで売れるからね、結構いいよ。でもお金今余ってるけどね。あなたのコーナーも言ってください。自分以内に行ってください。イエーイ、4321みたいなね。博士、チューチューしちゃって、チューチューマシン使った。イエーおーさ、来てくれねえよ。まあ右側から行くわね。まあこっから迷宮になってるのかな。おーエツコ、もしかしてエッちゃん。いちご豆腐。神様、いちご豆腐を手に入れた。ポーキー様って素敵。この前私にお土産をくださって、メイドの土産だよ。日本のことわざと英語をミックスしたジョークでしょ。とりあえず、今もらったいちご豆腐。これを何に使うの？説明。大都会で人気なファッショナブルなデザート。体力が約30回復する。まあなんかキーアイテムになってるのかな。もう一回話してみよう。うん、一緒ね。オッケー。じゃあ、戻って。さっきと別の方向ない、こっちが。行ってみましょう。ガチャガチャ、ピーピー、ボロボロ、ズルズル、トンガラカシアン、ポッピー。急にボス戦だよ。油断ロボ。博士、チェックお願いします。結構硬いね。で、こういう敵に限って、博士はなんか HP 多い敵は余計いっぱいチュッチュできるって言ってたんで、チュッチュお願いします。博士どんだけチュッチュするか。効果ないのかよ。何、寿司食べてんじゃん。なんかないかな。一応シールドやっとくか。もう一回今度自分にね。であとはもうオートでよそさない。こいつは一体なんだ。突然男たちが部屋に流れ込んだ。トンズラブラザーズだ。ラッキーな油断ロボの後ろに素早く回り込んだ。ラッキーはスイッチを切ったら止まったぜ。あははは、わかりやすいやつだ。お前頭いいな。油断ロボは動かなくなった。ウィーン。まあターン、ある程度ターンを稼げれば倒せるって感じね。俺たち、お前らにお礼がしたいんだ。いくらでも力だのぜ。金はなくとも力はあるんや。
さあ、隣の部屋に踏み込もうぜ。その前に俺はちょっとトイレ行ってくる。隣の部屋が怪しいんじゃ。女の子の声がしたような気がする。モイラちゃん、モイラちゃん、ちょっと動けないんだけど。モイラちゃん、救出に。ガチャガチャ。もう、もういい、やめてくれ。私は戦いなんかしない。本当だ。カーミス、やっぱり来てくれたのね。私は大丈夫よ。きっとあなたが来てくれると思っていた。モノトリさんは本当は悪い人じゃないわ。とにかく話を聞いてあげて。ちょっと待って、このクマはなんだ。このクマは襲いかからない。なぜならば剥製だからだ。だからこそ中に人、あ、隠し扉あるね、ここにね。この細い腕を見てくれ。ほら、薄い胸、頭は白髪で真っ白だ。あの、アニマニマニの悪魔が亡くなってしまった今では私に何のパワーもない。モイラをさらったのは悪かった。何の危害も加えてないし、モイラは優しい子だった。さあ、モイラちゃん、カーミツクのとこにお戻り。いろいろ心配かけて本当に申し訳なかったね。イエー、モイラちゃん復活。モイラが仲間になった。私の知っていることを全て話そう。マリマリの悪魔は人に幻を見せる。そして邪悪な心を増し、悪魔のパワーをもたらすのだ。私はその力が怖くて、ボルヘスの酒場の倉庫にあれを隠して時々拝みに行っていた。幻の中には謎のような言葉が含まれていて、その中にはカーミツ君、君たちの名前もあった。カーミツをお前の手で食い止めろとか、サマーズへ行かせるな、ピラミッドを見せるな。私にはよくわからないが、君たちをサマーズに行かせぬようにしたいらしい。悪魔のギークとかも聞こえたが、悪魔の方は君たちがサマーズに行くと困るらしい。とすれば逆に、何としてもサマーズに向かうべきだなのだろう。もう一度話したなくていいよ。サマーズは海の向こう、私のヘリコプターを使ってくれ。ヘリポートを開けよう。ガガン。私はもう疲れた。君たち自身の力できっと何かをできるだろう。そんな運命をカミツ君、君は持っているらしい。じゃあモイラ、さよなら。気をつけていくんだよ。さっきまでモイラちゃん言うてたやん。急に呼び捨てですかいみたいなね。オーイエー、移動です。まだ乗ってないよ。まだ乗ってないって。まだ乗ってないのに。ブバーン。トンマロのカーミツ、ジタバタしても遅いぜ。バイバーイ。お人よしに戻っちまった物取りじさんにはもう用はないね。俺ヘリコプターに乗れて嬉しいぜ。お尻ペンペン。あかんペーロベロベー。なんちゅうやつや。おい、ぬおい。そんな感じで帰ってきました。ポーキー君がヘリコプターを、大丈夫だろうか、大丈夫だろうかって行くしかねえじゃんよ。あれ、モイラちゃん、モイラちゃん、モイラちゃん、ちょっと目がしただけよ。大丈夫。サマーズに行くためにはスリークに戻る必要があるわ。今強くそれを感じたの。なんだ、トイレ行ってる間に大活躍しやがって。いい、はははは。なになに、モイラちゃん、今からスリークに行きたいって。オッケー。
俺たちトラベリングバスでスリークまで送るぜ。一足先に車を回しくビルの外で待ってるぜ。それじゃあね、スリークに向けて行きましょう。いやー、モイラちゃん帰ってきてくれてね、ありがたいよ。ちょっとこう左側も行っておきましょう。チェック、バイタルカプセルがあった。バイタルカプセルを手に入れた。チェック、グッズ、グッズ、バイタルカプセル説明。飲むとバイタリティがある。カンツ、イエイ。じゃあこっちね、ここね、こっちも行ってみようね。で、外出れちゃったね。なるほどね。じゃあここからね、行きましょう。ほう、タイミングよく。もしもし、久しぶり、アップルキッドです。やっぱり僕は天才です。天才ってことがはっきりしましたよ。カメさんたちと全ての人類の敵が何であるかが分かりました。それでですね、なんとかこの敵の戦いに勝たなきゃいけないわけで、スペーストンネルというものを作る必要があるんです。だから僕はこれからさすらいの科学者アンドーナツ博士を探して一緒にスペーストンネルを作るんですよ。つまりしばらく留守にするんでよろしく、ガチャン。パパかと思ったよ。あなたたちトンズブラザーズの関係者の方だったの？サインとかお願いしたら失礼よね。そうでもないよ。あなたたちのサインが欲しいわけじゃないのよ。わかってますよ。さて、いろんなことがあった。バカの俺だが、いろいろ考えさせられたよ。右の人にも話してあげよう。俺、用心棒やめてから力が余っちゃってさ。いや、力自慢をしたいだけさ。しただけさ、ついていかないよ。ちょっと期待した？お願いしまーす。ヒップをチラチラ見ないでね。正面からガン見ですわ。イエイ。はいはい、到着です。チェック。給料が下がらなければいいかと考えています。あなたは理解できない私のエリートとしての悩み。はい、じゃあ、まあ、セーブしましょう。ガミツは受話器を取った。パパ、パパだ。お前の銀行に4825ドル振り込んどいたからね。使った分と差し引いて54,799ドル銀行に入ってるはずだ。次のレベルまで。カーミツは6337。おお、モイラちゃん、モスカガロね、博士175記録する。大きな記録つけてたよ。続ける。もう頑張りやな、無理すんなよ、ガチャン。で、モイラちゃんのグッズどうなってんの？生産命のペンネラの、そうね、壊れたスプレー渡す。マジだ。あ、壊れたスプレーを博士に渡しとこう。グッズ、まあまあね、 OK。もしもし、連絡できなかったすいませんでした。オレンジキットです。ゆで卵を生卵に戻す研究をしていまして、まだもうちょっと時間がかかりそうなんです。頑張りますので、どうか一つよろしくお願いしますね。では失礼します。戻してどうすな、戻して。はい、じゃあ今回で29話にしてフォーサイド編終了。次回はそのスリークに戻って、そっからサマーズに行くのかな、わかんないですけど、そんな感じで今回はここで終わります。お疲れ様でした。